皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけ見です。今回はリンゴ酢を毎日飲み続けると全身が激変しますと題して最新の研究と科学的根拠にしっかりと基づいて最近話題のリンゴ酢を毎日飲み続けると体がどうなってしまうかについて世界一わかりやすく解説していきたいと思います。突然ですが皆さんは死ぬまで歩きたいと思うでしょうか 年がら年中膝の痛みに悩まされているという方も多いのではないでしょうか。 私たち人間にとって歩くことと噛むことの二つは若々しく生き続けるための土台となっております。特に急に吹け込んで寝たきりになってしまう人の多くは歩くことができなくなってそれをきっかけにして廊下が急激に進んでしまいます。そんな足腰の廊下を食い止めるにはどうすればいいでしょうか毎日ウォーキングに励めばいいでしょうかもちろんそれも重要なことではありますがもっと簡単にできる 素晴らしい方法があるんですその方法こそがリンゴ酢を毎日飲み続けるということでありますリンゴ酢とはその名の通り リンゴの果汁から作られたお酢のことで昨今ものすごい健康効果があるとして医学界や健康界で今大注目されている食品になります日本のスーパーなどでもよく売られていると聞きますから見たことがある人も多いのではないでしょうかリンゴ酢には足腰の痛みをとって死ぬまで歩ける膝を作る効果のみならず疲労回復や血液をサラサラにしてくれる効果など様々な健康効果があることが知ら います本日はそんなリンゴ酢について一日一杯毎日飲むとどうなるかという効能の側面から飲めば飲むほど老化してしまう絶対に買ってはいけない偽物リンゴ酢の見分け方に至るまでリンゴ酢の全てを解説していきたいと思いますこの動画を一本見るだけで皆さんはリンゴ酢について全てを知ることができますものすごくタイパの良い動画となっておりますのでぜひ最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは早速 参りましょう本日のお品書きは次の通りです一元で死ぬまで歩けるようになるリンゴ酢を飲むと全身に起こる劇的な変化6000について 2弦で、むしろ逆効果、絶対に買ってはいけない、偽物リンゴ酢の見分け方について解説していきます。それでは早速、1弦の、死ぬまで歩けるようになる、リンゴ酢を飲むと、全身に起こる劇的な変化6000から解説をスタートしていきます。さて、冒頭で軽くご紹介した通り、リンゴ酢というのは、リンゴ果汁を主な原料として作られたお酢のことであります。非常にさっぱりとした風味があって、 リンゴ酢ドリンクとして水に薄めて飲むのみならず最近ではドレッシングとして使っている方も多いのではないでしょうかそこでここからはそんなリンゴ酢を一日一杯飲むとどうなっちゃうのかということについてご紹介していきたいと思います最初にまとめて発表しておくとそれは次の6つですリンゴ酢を飲むと全身に起こる劇的な変化6001膝が良くなり死ぬまで歩けるようになる 2. 血液がサラサラになり、黒髪がふさふさ生えてくる。3. 腸内環境が改善し、お腹の中からハッピーになれる。4. 良質な有機酸によって、20代の頃のようなピカピカな筋肉に。5. 満腹感を高めて、健康的でスリムな肉体美をゲット。6. 糖尿病を予防して誰もが羨む健康長寿人。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきます。まずは一つ目の膝が良くなり死ぬまで歩けるようになるから解説していきます。さて、リンゴ酢を毎日飲み続けると体に起こるすごい変化が膝が良くなって死ぬまで歩けるようになることなんです。私たち人間は年を取ると どうしたって膝が老化してしまいます。歩いたり階段の上り降りをするたびに膝がキシキシと痛いという方もいらっしゃることでしょう。そのように膝が老化すると歩くのが億劫になって外出しなくなり運動不足や認知症の進行が顕著になっていってしまいます。するとどんどん体や脳は老化し寝たきりへの下り坂を一直線となってしまうでしょう。 このように膝の老化というのは私たちの人生を転落させてしまう大きな原因でもあるんです。そんな膝の老化を食い止めるためにうってつけなのがリンゴ酢を毎日飲むという習慣なんです。老化による膝の痛みの原因は軟骨がすり減ってしまうことであると考えられています。私たちの膝の軟骨には活液と呼ばれる潤滑液のようなものがありますが 加齢とともに、潤滑液が少なくなることで、膝の軟骨同士がぶつかり合って、すり減って痛みを生じてしまうんです。 また、このような潤滑液の減少だけでなく、膝の痛みは自分自身の体重のせいであるということも忘れてはいけません。特に女性の方で多いのが、ご自身の体重を支えきれなくなることで膝が変形してしまう変形性膝関節症であります。昨今、日本人でも多くの方が肥満に悩まされておりますよね。肥満とまではいかないにしても、加齢とともに若い頃よりは体重が増えてしまった たという方は多いのではないでしょうか年を取れば取るほど私たちは代謝が落ちてきますから脂肪がつきやすくなってしまいますまた同時に年を取れば取るほど私たちは筋肉が少なくなっていきますから膝周りの筋肉も当然落ちてくるんです このように脂肪がついて筋肉が落ちることで私たちの膝は自分自身の体重を支えきれなくなってしまいます。このように支えきれなくなった体重が膝に強い負担をかけてついには関節を変形させてしまうんです。 そんな変形性膝関節症の辛い痛みを和らげてくれるものこそがリンゴ酢であります。リンゴ酢の主成分である酢酸には私たちの脂肪を分解してくれる働きがあるということが分かっています。酢酸というのはその漢字からも分かる通り、酢全般に含まれている酸のことで、リンゴから作った酢であるリンゴ酢にも当然酢酸はたっぷりと含まれております。この酢酸が私たちの脂肪を分解してくれる してくれる上脂サクサきには私たちの筋肉に効率よくエネルギーを届けてくれる役割もあります食事からとった炭水化物を筋肉が再利用できる形に上手に再合成してくれるんです先ほども申し上げた通り私たちは年を取るにつれどうしても筋肉が落ちていきますですので 落ちてしまった筋肉を再びつけるためにお肉をたくさん食べたり筋トレをするということは非常に重要なことであります。ですが同時に残されたわずかな筋肉を効率よく使っていくというのも年を取るにつれて大切になってくるんです。 筋力というのは筋肉の体積とその筋肉が発揮するパワーの掛け算に他なりませんからたとえ小さな筋肉でもたっぷりのエネルギーを供給してあげれば高い筋力を発揮することができるんですそのためリンゴ酢を毎日飲んで酢酸をたっぷりと摂取すれば脂肪が落ちて逆に筋力が上がってきてくれるというわけなんです先ほどご説明した変形性ひざ関節症のお話に戻りましょう レーとともに膝が痛くなってしまうのは脂肪がついて筋力が落ちて自分自身の体重を膝で支えきれなくなるためでした。 ですが、リンゴ酢をたっぷり飲むことで脂肪が落ちて筋力がアップし、このような辛い膝の痛みの原因を除去することができるんです。そのため、一生死ぬまで歩き続けたいという方にとっては、ぜひともリンゴ酢は毎日でも飲んでいただきたい食品となっております。もちろん、筋肉をつけるために赤身肉を食べたり、少しでもいいので筋トレするというのはとても重要なことです。ですが、それを毎日実践できる方は、 そんなには多くはないでしょう。でですので 運動が苦手な方で、膝の痛みをお持ちの方は、ぜひともリンゴ酢を飲むというシンプルな習慣から始めてみてほしいです。皆さんの膝が、みるみるうちに軽くなっていき、歩くのがどんどん楽しくなっていくはずです。さて、それではここまでで一つ目の、膝が良くなり、死ぬまで歩けるようになるというメリットについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次二つ目、リンゴ酢を飲むと起こる劇的な変化、血液がサラサラになり、 黒髪がふさふさ生えてくるについて解説していきます。さて。 リンゴ酢を飲み続けると起こる劇的な変化が血液がサラサラになるという嬉しい変化です。皆さんはリンゴ酢に有機酸と呼ばれる良質な栄養素がたっぷり含まれているというのをご存知でしょうか有機酸というのはアミノ酸などを含んだ酸性の有機化合物の総称でリンゴ酢をはじめとする多くのオスにはこの有機酸がたっぷりと入っています。そして中でもリンゴ酢に含まれる有機酸は私たち の血液をサラサラにしてくれる非常に良い効果があるということが知られていますリンゴ酢にたっぷりと含まれている良質な有機酸には私たちの血液中の悪玉コレステロールを減らしてくれる働きがあると考えられています 悪玉コレステロールというのは、私たちの肝臓から血液中へ運ばれるコレステロールのことであります。ご存知の通り、コレステロールというのは油ですから、悪玉コレステロールが血液中に供給されると、その分血液がドロドロのギトギトになってしまいます。 このように血液がギトギトになると血管が詰まりがちになって動脈硬化をはじめとする様々な加齢性の病気を引き起こしてしまうんです。ですが、リンゴ酢を毎日飲み続けると有機酸の働きによってこのような悪玉コレステロールが減少し逆に善玉コレステロールが増えていくと考えられています。善玉コレステロールは悪玉コレステロールの逆で血液中から肝臓へ戻ってくるコレステロールのことです。 つまりリンゴスに含まれる有機酸は血液中のコレステロールを肝臓に戻すことで血中のギトギト油を取ってくれるというわけなんですいわば血液のお掃除屋さんというわけでありますさらにリンゴ酢は 血液をサラサラにするのみならず、血液の通り道である、血管そのものを健康にしてくれる効果もあります。リンゴ酢に含まれる栄養素のうち、先ほど膝の痛みが取れるというところで述べた、酢酸については、代謝される際に、血管を拡張してくれる効果があるということが分かっています。酢酸が代謝される際、アデノシンという物質が活性化することで、血管が拡張し、血管の内側が広く なるんです血管の中が広くなればその分血液がそこを通りやすくなりますよね。このような 血管拡張と先ほどの血液サラサラというダブルの効果によってリンゴ酢を飲むと血液が流れやすくなってくれるんです。このように血液がサラサラになって流れやすくなると私たちの体に良いことがたくさん起きます。中でも何よりも嬉しいのが若返りの効果を得られるということでしょう。血液がドロドロで血管が詰まっているとそこから先に血液が進めなくなりますよね。すると細い血管が張り巡 暮らされた末の組織には血液が届かなくなくってしまいまいすこのように血液が届かなくなってしまった組織では栄養不足や酸素不足が顕著になってどんどん老化が進んでしまうんです血液が届かないということはそこに栄養や酸素が届かないのみならずそこで発生した二酸化炭素やさまざまな不純物が回収できないということも同時に意味しておりますそのような 回収されずに残った不純物が皮膚や髪の毛に溜まってしまうことでお肌の老化や抜け毛の原因となってしまうと考えられているんです。 逆に、リンゴ酢を毎日飲んで、血液がサラサラになり、血管が拡張すれば、お肌や頭皮に溜まった不純物が、きれいに全部回収されていきます。代わりに、そこにたっぷりの栄養や酸素が供給されることで、皆さんのお肌や頭皮は、みるみるうちに若返っていくんです。そうなればもちろん、髪の毛がふさふさになるという、素晴らしい効果も得ることができるでしょう。 また、このように血管が拡張して血がサラサラになれば当然血圧も下がっていきます。高血圧というのは初期には症状がほとんどないため放っておいてしまったり気づかない人が多いんですが実は様々な生活習慣病の引き金となる大変怖い病気です。ですがリンゴ酢を毎日飲んで血圧を下げることで皆さんが将来的にこのような生活習慣病にかからないよう予防してくれるという嬉しい 効果もあるんですつまり リンゴ酢を飲むことは皆さんの将来への投資に他ならないと言えるでしょう。ちなみにですが、リンゴ酢をはじめとするお酢には食べ物の塩味を強めてくれる効果があるとされています。そのため、リンゴ酢を料理にかけることで少ない塩分でしょっぱさを感じることができるようになり、簡単に減塩することができるんです。血圧を下げるため塩分を減らそうと思っているが、なかなかしょっぱいものがやめられないという方も、ぜひ を料理にかけるというのを試してみてほしいです。 それではここまでで二つ目の血液がサラサラになり黒髪がふさふさ生えてくるについての解説を終わりにします。それでは次三つ目リンゴ酢を飲むと起こる劇的な変化腸内環境が改善しお腹の中からハッピーになるについて解説していきます。さてお次に紹介したいメリットが腸内環境の改善になります。突然ですが皆さんの腸は健康でしょうか腸の健康は私たちの体のみならず心 の健康にまで影響を与えることから腸内環境は今栄養学学や医でで大注目されているんですこのチャンネルをいつもご覧になっている皆さんは脳腸相関という言葉を聞いたことがあるでしょう脳腸相関というのは私たちの腸内の環境が脳に強く影響を与えるという相関関係のことであります腸内環境が悪くなり悪玉菌が優位になってしまうと私たちの腸内が荒れてその心 が脳に伝わってしまいまいすそうなると集中力の低下やイライラ頭痛といった精神症状が出てきてしまうんです逆に腸内環境が改善すればそれだけで私たちの脳はハッピーになっていきますそうなれば当然思考はクリアになりますしイライラすることもなく毎日過ごすがしい気分で過ごせるようになるでしょうこのように頭や心をクリアにしてくれる鍵となる食品こそがリンゴ酢なんです ではなぜ、リンゴ酢が腸内環境と関係あるのでしょうかスーパーで見かけるリンゴ酢は透明で、ただの液体に見えますよね。実は、あのただの液体には、たっぷりの食物繊維が含まれているんです。これはちょっと意外ですよね。ドロドロの100%のリンゴジュースに食物繊維が含まれていると聞けば、なんとなく納得できるかもしれませんが、リンゴ酢のような透明な液体になぜ食物繊維が含まれているのか、不思議に 思う方もいらっしゃるでしょう実は リンゴ酢の原料であるリンゴにはペクチンという非常に良質な水溶性の食物繊維が豊富に含まれているんです水溶性食物繊維というのは名前の通りでペクチンは水に溶けることができる特別な食物繊維であります私たちが一般的にイメージする水に溶けない食物繊維は不溶性食物繊維と言います不溶性食物繊維は葉野菜などに多く含まれているため一般に野菜から取れる食る 食物繊維というと、こちらの不溶性食物繊維のことを指しています。不溶性食物繊維は、水に溶けず、私たちの胃腸で消化することもできないため、ただ、うんちの傘を増すためだけに働きます。一方で、リンゴ酢に含まれるペクチンをはじめとした、水溶性食物繊維は、私たちのうんちをヌメヌメにして、腸の中を前へ前へと進ませる働きがあるんです。つまり、腸内に溜まったうんちを一掃して、 環境を良くするためには水溶性溶性性と不のの両方の食物繊維をバランスよく摂取することが重要なんですそこでリンゴ酢をたっぷりと飲んでその中に溶けているペクチンをたっぷりと摂取すれば私たちの腸にたっぷりの水溶性食物繊維が供給されますそうなれば腸の膝にこびりついた宿便や便秘の原因となる便が柔らかくなってどんどん排泄されていきます腸に溜まった便は大量の 毒素を放出することで私たちの腸内環境を悪化させてしまいますリンゴ酢を飲んで便を排泄することでたまった毒素が洗い流され私たちの腸内はみるみる綺麗になり脳腸相関によってどんどんハッピーな気持ちになっていくというわけなんですさらにペクチンは水溶性食物繊維として働くのみならず私たちの腸内で善玉菌の餌となることも知られています善玉菌が餌を食べて喜べば 当然腸内環境はどんどんん良くなっていきますよねおまけに、リンゴ酢を飲むと、私たちの胃が反応して、胃酸がたっぷり分泌されるというメリットもあります。胃酸が分泌されると、酸が腸にまで降りてきて、私たちの腸を刺激します。腸が刺激を受けると、前動運動と呼ばれる、便を前へと運ぶ力が促進されます。このように、 リンゴ酢には様々なメカニズムによって私たちの腸内環境を改善してくれる素晴らしい働きがあるんです。便秘しがちな人はぜひとも毎日リンゴ酢を飲んで腸内環境を改善しお腹の中からハッピーな気持ちになっていただきたいと思います。それではここまでで3つ目の腸内環境が改善しお腹の中からハッピーになるについての解説を終わりにし次に行きます。それでは次4つ目リンゴ酢を飲むと起こる劇的 的な変化良質な有機酸によって、20代の頃のようなピカピカな筋肉について解説していきます。さて、4つ目にご紹介したいのが疲労回復効果であります。リンゴ酢が持つ。 疲労回復効果の鍵はクエン酸という有機酸の一種にあります。私たちが筋肉を動かす際、エネルギーを利用しますよね。すると、そのエネルギーが燃えかすとして、乳酸という物質が溜まっていきます。そして、乳酸が溜まることで、私たちの筋肉が疲労し、疲れを感じるようになるんです。リンゴ酢に含まれるクエン酸には、疲労物質である乳酸を分解し、新陳代謝を促進してくれる効果があると知らない 先ほど申し上げたクエン酸は結城さんの一種ですから。 私たちの血液をサラサラにしてくれる効果もあるんです。血液がサラサラになることで筋肉で出たゴミが回収されどんどんお掃除されていきますよね。このようにお掃除された筋肉に今度はたっぷりの栄養素が供給されることでどんどん疲れが取れていくというわけなんです。皆さんの中に最近疲れが取れないなという慢性疲労に悩まされている方はいらっしゃいませんか年を取ると 多くの人が慢性的な疲労を抱えるようになります。そのような慢性疲労はもしかすると筋肉の疲れが原因かもしれません。先ほどから申し上げている通り、年を取ると誰もが筋肉が落ちてきますので、残された数少ない筋肉を酷使するようになりますよね。そのように。 酷使された筋肉に乳酸が溜まることで辛い慢性疲労が引き起こされてしまっているのかもしれません。ですので、疲れが溜まって取れないという方は、ぜひともリンゴ酢を毎日飲んで、たっぷりのクエン酸を筋肉に供給し、筋肉の疲れを癒して、筋肉を若返らせてあげてください。 さて、それではここまでで4つ目の、良質な有機さんによって、20代の頃のようなピカピカな筋肉にについての解説を終わりにします。それでは次、5つ目、リンゴ酢を飲むと起こる劇的な変化、満腹感を高めて、健康的でスリムな肉体美をゲットについて解説していきます。さて、リンゴ酢を毎日飲み続けると、体に起こるのは満腹感が高まり、食欲を抑制してくれるという効果なんですね。皆さんの 中に日々のストレスから暴飲暴食をしてしまうという方はいらっしゃいませんか そのように、暴飲暴食をすることで、胃腸が荒れてしまうばかりか、皮下脂肪がついて、どんどん太ってしまいますよね。脂肪がついて、体重が増えれば、先ほどご説明した、変形性膝関節症など、健康上の様々な弊害が出てきてしまいます。それに何より、体が脂肪まみれで、ブクブクになってしまえば、当然見た目も悪くなってしまいます。 このような暴飲暴食を抑えて健康的に痩せられる食品こそがリンゴ酢であります。なぜならばリンゴ酢には私たちの満腹感を高めて食欲を抑えてくれる作用があるからです。そのためリンゴ酢は小腹が空いた時のおやつとして飲むのにうってつけであります。小腹が空いた時にスナックなんかに手を出してしまうとたった一口食べるつもりだったのが気づいたら一袋全部食べちゃっていたということになりかねません。そんな経験 経験がある方は是非ともおやつをリンゴ酢に置き換えてみてください。それだけで、すぐに満腹感が得られるようになり、暴飲暴食を簡単に抑えることができるでしょう。 それではここまでで満腹感を高め、健康的でスリムな肉体美をゲットについての解説を終わりにします。それでは次6つ目、リンゴ酢を飲むと起こる劇的な変化、糖尿病を予防して誰もが羨む健康長寿にについて解説していきます。さて、最後にご紹介したいのが、糖尿病の予防効果です。 糖尿病というのは、放っておくと、神経障害や網膜症、そして腎臓病など、様々な危険な病気を引き起こしてしまう、恐ろしい生活習慣病であります。昨今、日本では、糖尿病の患者さんが増え続けていて、腎臓が機能しなくなって、透析を受けざるを得なくなる理由のナンバーワンは、なんと、糖尿病性腎症であります。 糖尿病のうち、生活習慣が原因とされる2型糖尿病は、食生活の乱れによって、血糖値が乱高下し、 インスリンの危機が悪くなることが原因であるとされています。リンゴ酢には私たちの血糖値の上昇を緩やかにしてくれて、むしろ血糖値を下げる効果まであるということが知られています。ですので、リンゴ酢を毎日飲むことで糖尿病のリスクを大きく下げ、将来透析導入になってしまう危険性を回避することができるでしょう。 透析になると腕に血管の手術をして週に3回病院に通い続けなければならなくなってしまいますそんな透析人生は嫌だという人は是非ともリンゴ酢は毎日飲んで血糖値を抑え死ぬまで健康な体作りに励んでほしいと思いますさてそれではこの辺で一元の内容をしっかりとまとめておきましょうこの一元ではリンゴ酢を飲むと全身に起こる劇的な変化を6つほどわかりやすく解説して きました1つ目は膝が良くなり死ぬまで歩けるようになる2つ目は血液がサラサラになり黒髪がふさふさ生えてくる3つ目は腸内環境が改善しお腹の中からハッピーになる4つ目は良質な有機酸によって20代の頃のようなピカピカの筋肉になる5つ目は満腹感を高めて健康的でスリムな肉体美をゲット6つ目は 糖尿病を予防して、誰もが羨む健康長寿になるということでした。それでは次2件で、むしろ逆効果、絶対に買ってはいけない、偽物リンゴスの見分け方について解説していきたいと思います。さて1件では、リンゴスが持つ素晴らしい健康効果の数々についてご説明してきました。今すぐにでも、リンゴスをガブ飲みしたいよと、リンゴス買いに行きたいですと思ってくれた方も多いのではないでしょうか。ですが、ちょっと待ってほしいです。 実はリンゴ酢には飲めば飲むほど体が老化してしまう偽物のリンゴ酢があるため注意が必要なんです最近はリンゴ酢が巷でも大流行しておりますから質の悪いリンゴ酢で人儲けしてやろうという悪い輩が出てきてもまあ不思議でも何でもありませんよねそこで続く2元ではそんな悪徳業者に騙され悪いリンゴ酢を捕まされてしまわないように体に悪い偽物のリンゴ酢を見分ける方法について ついてわかりやすく解説していきたいと思いますその見分け方とは次の3つになります1血液がドロドロになるまるまる入りの猛毒リンゴ酢2酔っ払って脳細胞が溶ける絶対ダメな醸造方法3飲むと胃に穴が開くデンジャラスリンゴ酢 では、それぞれ一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきましょう。まずは一つ目の絶対に買ってはいけない偽物リンゴスの見分け方、血液がドロドロになる丸々入りの猛毒リンゴスから解説をスタートしていきます。さて、絶対に買ってはいけない偽物リンゴスとしてまず紹介したいのがト藤リンゴスであります。本物のリンゴスを一口飲めばわかる通り、リンゴスというのは、まあそこまでね、飲みやすいものではない リンゴジュースのような美味しい味、甘い味を想像している人は。 酸っぱくて飲みづらくてびっくりしてしまうかもしれません。でもその飲みにくさこそが本物のリンゴ酢の証なんです。偽物のリンゴ酢は本物のリンゴ酢に砂糖を加えることで飲みやすくなるように加工されているんです。ですが健康にとって砂糖が非常に危険であるということはこのチャンネルではいつもお伝えしている通りです。健康のために毎日せっせとリンゴ酢を飲んでいるのに一緒にジャンクフードである 砂糖を毎日取ってしまうのでは何の意味もありませんよね。 ですので、たとえ飲みやすいからといって、決して加糖入りのリンゴ酢を選んではいけません。でもこのように言うと、普通の本物のリンゴ酢って、酸っぱくて、毎日飲むことができませんという方もいらっしゃるでしょう。そんな方にぜひともおすすめしたい方法があります。それはつまり、リンゴ酢をハーブティーに加えるという方法であります。ハーブティーには、血をサラサラにしたり、心をリラックスさせるなど、様々な効能があります。 そんなハーブティーとリンゴ酢の効能を組み合わせることで素晴らしい健康のハーモニーを奏でてくれることでしょう。さらにハーブティーにリンゴ酢を加えることでリンゴ酢が持つ独特の匂いや酸味が中和されて飲みやすくなるというメリットもあります。ぜひとも皆さんのお気に入りのハーブティーにリンゴ酢を合わせて召し上がってみてはいかがでしょうか。 さて、それではここまでで一つ目の選んではいけない偽物のリンゴ酢、過糖入りの猛毒リンゴ酢についての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次二つ目の買ってはいけない偽物のリンゴ酢、酔っ払って脳細胞が溶ける絶対ダメな醸造方法について解説していきます。さて、飲めば飲むほど逆効果になってしまう偽物リンゴ酢の二つ目にご紹介したいのがアルコール入りのリンゴ酢であります。リンゴ酢に 限らず全てのお酢は原材料を発酵することで作られますそのため本物のお酢は製造に非常に時間がかかるものなんです天然の醸造方法で作られた本物の純リンゴ酢は たっぷりな時間をかけてて発酵されていきますこのように、時間をかけて発酵したリンゴ酢には、工業的な製法では、絶対に得ることのできない、素晴らしい栄養素がたっぷりと含まれています。ですが、市販の安物のリンゴ酢の多くは、このような天然醸造の方法では作られておりません。なぜならば、それではコストがかかってしまうからであります。安物の、偽物のリンゴ酢は、長い時間をかけて発酵させる代わりに、 アルコーをを添加すするることによってて醸造時間を短縮しているんです最も添加されたアルコール自体がオスに変わるため偽物リンゴ酢にアルコールが含まれているというわけではありませんそのため偽物リンゴ酢を飲むことで酔っ払ってしまうということはないんですがそれでも醸造時間を短縮した偽物リンゴ酢の健康効果が純リンゴ酢に劣ってしまうということは簡単に想像できるでしょう ですので、多少高くても、ぜひとも健康のためには、アルコールフリーの 天然醸造で作られた純リンゴ酢を選ぶようにしていただきたいと思いますちなみにこのようにアルコールフリーで作られた純リンゴ酢をヨーグルトにかけて食べると同じ発酵食品同士の効果が相まって私たちの腸内環境に爆発的な良い影響を与えてくれます大豆から作られたイソフラボンたっぷりの大豆ヨーグルトはリンゴ酢の持つ若返り効果を倍増してくれるから特におすすめになりますまだや やったことがない人も是非とも大豆ヨーグルトにリンゴ酢をかけて食べるのにチャレンジしてみてほしいと思いますさてそれではここまでで2つ目の選んではいけないリンゴ酢アルコールによる急速醸造が行われたリンゴ酢についての解説を終わりにし次に行きますそれでは次3つ目の絶対に買ってはいけない偽物のリンゴ酢飲むと胃に穴が開く デンジャラスリンゴスについて解説していきたいと思います。さて、飲めば飲むほど健康を害するリンゴスとして最後にご紹介するのが酸が強すぎるリンゴスであります。先ほど一元でリンゴスが持っている様々な有機酸が私たちの体の中で素晴らしい健康効果を発揮してくれるというお話をいたしました。だからといって酸が強ければ強いほどいいのかといえばそういうわけではないんです。 なぜならば酸が強すぎるとそれが今度は私たちの胃腸を荒らしてしまうからでありますただしそのような酸味が強いリンゴ酢も上手な飲み方によって酸によるダメージを和らげることができますその方法とはリンゴ酢をソーダで割ることでありますリンゴ酢をソーダで割ったリンゴ酢ソーダは特にこの夏におすすめの飲み物となっておりますシュワシュュワワと喉越しがよく おまけに先ほど一元でご紹介したリンゴ酢自体が持っている食欲抑制効果とともに炭酸による満腹感が皆さんの食べ過ぎを防いでくれることでしょう炭酸水には様々なメリットがあるということは以前動画で解説したことがあります例えば炭酸水には次のような驚異的な健康効果が報告されております1血管を広げて血流を良くする2若返り老化防止を促進する 3満腹感をもたらし食欲を減らすダイエット効果4便秘の解消に役立つ5疲労が回復する6脳が覚醒し集中力や作業効率がアップするどうでしょうかこのような炭酸水のメリットも享受できるんです そして、ソーダ割りにすることで、リンゴ酢の強い酸味が和らぐため、胃腸にも優しいという素晴らしいメリットもあります。ぜひともこの夏は、リンゴ酢ソーダをたっぷりと飲んで、健康的な胃腸を手に入れてほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、この辺で二元の内容をまとめておきたいと思います。二元まとめ。 この二元では絶対に買ってはいけない偽物リンゴ酢についてご説明してきました。一つ目は血液がドロドロになる過糖入りの猛毒リンゴ酢。二つ目は酔っ払って脳細胞が溶ける絶対ダメなアルコール醸造。三つ目は飲むと胃に穴が開く酸が強すぎるリンゴ酢でした。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました